エマ・ポロックは、スコットランドのシンガーソングライター、ミュージシャンであり、ザ・デルガドス、ザ・バーンズ・ユニット、ザ・フルーツ・ツリー・ファンデーションといったバンドの創設メンバーである。ポロックは、ストラスクライド大学で、レーザー科学と光エレクトロニクスを研究し、1993年に理学士として卒業した。ザ・デルガドスの創設メンバーである彼女は、 バンドの有効的な解散の後、2005年にイギリスの独立したレコードレーベル 4AD とのソロレコーディング契約を結んだ。最初のソロアルバム、Watch the Fireworks は2007年9月17日にリリースされた。ポロックは最近、スコットランド系カナダ人によるバンドのザバーンズユニットでインドカレドニアのポップアーティストであるフューチャーパイロット AKA カリーン・ポルワーと、キング・クレオ・ソーと、マルチ奏者のキム・エドガー、ドラマーで、音楽プロデューサーのマッティ・フォールズ、ピアニストのマイケル・ジョンストン、ラッパーの MC ・スム・ティと共にレコーディングを行っている。ポロックは、シネラマプロジェクトの一環として、スタジオとライブの両方で、デビッド・ゲッジに協力している。2010年8月3日、ザ・ワーンズ・ユニットは、 イギリスの適切な流通に乗るデビューアルバム、サイドショーをリリースした。バンドのドラマーであるマッティ・ホールズがプロデュースした、サイドショーは、ポール・サベージにミックスされ、ジョン・アストリーがマスタリングを行った。ポロックの3枚目のソロアルバム、インサーチ・オブ・ハーパー・フィールドは、2016年1月29日に、ケミカル・アンダーグラウンドから、リリースされた。ありがとうございます。